告。転生したらスライムだった件、テンペストストーリーズ。なんということもない普通の人生を歩むはずだった男は、通り魔に刺されて死亡し、異世界に転生してスライム死んだ時にあれこれ考えたことがあった。転生する時にそのことが影響したらしい。背中を刺された時、痛く刺された箇所が熱く徐々に寒くなっていった。そんなことはもう経験したくないと思った結果、さまざまな耐性を手に入れた。ナイフで刺された傷から血が大量に流れてた時、人は血液が足りないと死ぬんだと焦った。そのせいか血液が不要でぷよぷよで流線形のスライムボディになった。そして俺が童貞だったゆえの思い、生まれ変われたら食いまくると思ったことで、ユニークスキル捕食者を獲得した。捕食者は捕食することで対象を胃袋に収納、さらにそれらを解析し合成複製創造などできるスキルである。同時にユニークスキル大賢者も獲得した。なぜ手に入ったか、30歳でなれる魔法使いを超えたからとでも言っておこう。転生したばかりで何もわからなかった時、大賢者のスキルのおかげで大いに助かった。聞けば俺の疑問に何でも答えてくれる、本当に大賢者様様だ。重要なことなので2回言わせてもらうが、本当に助かった。俺が転生した場所は洞窟の中、ここで出会ったのがベルドラという竜だった。誰かが話しかけてきたぞ。おい、返事をするがよい。自分声も出せず目も見えない状態でして、あなたは？ん？我が名は、いや、姿が見えんことには始まらんだ。よし、見えるように手助けしてやろう。ただし我の姿を見ても怯えるなよ。俺は何者かのアドバイスに従い魔力感知を獲得した。そして大賢者に同期させ魔力感知を使ってみた。おお、見える、見える。どうだ。あ、はい、できました。ありがとうございました。では改めて自己紹介しよう。我が名は暴風竜ベルドラ。暴風竜。おい、約束は覚えているな。もちろんっすよ。ルビューデなどいません。巨大で強大な姿に最初はビビったが、なぜか気が合い友達になった。ベルドラは名を持たない俺にリムルと名付けてくれた。さらに俺がテンペストというベルドラと俺共通のファミリーネームを決めたことで、俺たちが同格だと魂に刻まれたらしい。改めて俺の名前はリムル・テンペスト、転生したスライムだ。ベルドラはその力を封印されていたようで、共に協力して解除することになった。俺が大賢者と捕食者で解析を行い、
内部からはヴェルドラが破壊を試みるというわけだ。じゃあ今から捕食者でお前を食うけど。頼んだぞ友よ。さっさと無限牢獄から脱出してこいよヴェルドラ。任せておけ。そんなに待たせず相まみえようぞリムル。あっけなかった。このヴェルドラを捕食し取り込んだことが世界を大きく変えたとこの時俺は知る由もなかった。ヴェルドラを捕食した俺は孤独を紛らわすために洞窟内に生えていた雑草を食べまくっていた。その草は雑草などではなくヒポクテ草という傷薬の原料だった。魔素と融合させると回復薬になる。それを知った俺はいざという時に備え胃袋の中で回復薬を作って蓄えることにしていた。そして俺はいろんな魔物を捕食していった。解析してスキルを獲得するためだ。スキルを獲得するほどできることがどんどん増えた。スキルすごい万能である。こうして洞窟内の魔物から様々なスキルを得てから俺は洞窟を出ることにしたのだった。洞窟を出てからどんなことがあったか振り返ってみよう。ゴブリンたちに助けを求められ牙狼族のボスを倒し下った牙狼族とゴブリンを俺が率いることになった。仲間になったんで呼びやすいようにゴブリンや牙狼族に名を付けたところを進化した。進化、種族が変わり見た目も結構変わって驚いたが、魔物は名物になると格が上がるらしい。この世界での名付けとは名付ける側のエネルギーを与えて強く進化させることだ。相手が強いほどエネルギーの消費も多くなる。以下俺の主な配下を紹介する。まずは村長だったリグルド。今は俺の右腕的な総まとめ役だ。元はヨボヨボな老人だったが名付けでホブゴブリンに進化しマッチョな壮年に変化した。次にホブゴブリンたちのリーダーリグル。村の周辺の警備や食料調達を担当している。ちなみにリグルはリグルドの息子である。次はゴブタ。ゴブタはバカですぐ調子に乗るけどやるときはやる男だ。いち早くテンペストウルフの召喚を習得しいつの間にか影移動を使いこなしていたり意外と天才肌なのかもしれない。最後に狼型の魔物ランガ。ランガは俺が倒した牙狼族のボスの息子。名付けでテンペストウルフに進化した。普段は俺の影に潜んで護衛してくれている昼寝の友でもある。他にも配下はいるが大勢なので一旦ここでおしまいにしよう。二つの種族が同居し大所帯になったので村を発展させようとしたが俺にもホブゴブリンたちにもその技術がなかった。村を発展させるための技術者を求めていったドワルゴンでドワーフの職人たちカイジン、ガルム、ドルド、ミルドの4人が仲間になった。ゴブリンの集落から広い新天地へと引っ越し怪人たち主導のもと本格的な村づくりが始まった。そして爆炎の支配者と呼ばれるイフリートを宿す英雄シズさんことシズエイザワと出会った。俺と同じ日本から来た女性である。シズさんの命は炎の上位精霊であるイフリートと同化することで保たれていたが炎が少しずつシズさんを蝕みイフリートを抑え込めなくなっていたのだ。最終的に彼女の願いから俺はシズさんを捕食した。それはシズさんの思い記憶も俺の中に取り込んだということである。捕食して対象の情報を得るとその姿に擬態できるようになる。俺はシズさんの容姿人の姿を手に入れた。計らずも俺は
人間の姿を得て生物としての感覚、味覚を取り戻すことができた。こうしてこの世界で出会った仲間たちを守る以外に、シズさんとの約束を叶えることも俺の目的になった。みんなが笑って暮らせる豊かな国を作ることが今の俺の目標だ。リムル様のそのお姿にようやく皆も慣れてきたようですな。そういや、姿が変わっても俺だってすぐ分かってたよな。当然ですとも。リムル様には気品が漂っておりますので間違うはずもございません。怪人とかドワーフ以外はみんなそうだったから、名付けに関係しているのかもな。リムル様、これからお出かけですかな。ああ、西の森に行ってくる。この体に早く慣れておきたいしな。コク、新たな目標が発生しました。この機会に気になるところも調査しておこう。リムル様、能力の上昇率を開示します。出発だ。コク、新しいエリアが開放されました。コク、探索開始だ。さあ、よっ、行くぞ。よっ、たー。コク、接敵を確認しました。接敵を確認しました。アイシクルスピア。
的を確認しました。食事の時間だ。ユニークスキル捕食者。ごちそうさん。この調子でガンガン行くぞ。行くぞ。ふんよっ。それ行くぞ。ふん。資源の足しにするか。ふん。発見しました。食事の時間だ。ユニークスキル捕食者。ごちそうさん。アイシクルスピア。目標を達成しました。よし、目標達成。お、ゴブタとランガ。我が主、おはようございます。リムル様、なんだかご機嫌っすね。どうかしたんすか。人間の体の擬態、スライムじゃないこの体にだいぶ慣れてきたんだよな。なんで子供の体なんすか。大人にもなれるけど、この姿が楽なんだよ。そうだ、戦闘での連携を練習したいんだけど、二人とも手伝ってくれるか。は、了解っす。コク、新たな目標が発生しました。この機会に気になるところも調査しておこう。新しいスキル試してみるか。新しいスキル試してみるか。
リムル様。能力の上昇率を開示します。よし、出発だ。コク、新しいエリアが開放されました。探索開始だ。よっ。コク、接敵を確認しました。コク、接敵を確認しました。資源の足しにするか。ふん、そりゃ。ふん、よっ。いっ、なんだこれ。資源の足しにするか。確認しました。アイシクルスピア。この調子。調子いいな。
告、強敵を発見しました。食事の時間だ。ユニークスキル捕食者。ごちそうさん、ふっ、おりゃ、いくぞ。目標を達成しました。よし、目標達成。あ、リムル様、ゴブタ、ダンガ殿とお出かけでしたか。二人と連携の練習してたんだ。リグロは警備と食料調達帰りか。ご苦労さん。もう少しこの体を試しておきたいんだけど、リグロはこの後時間ある？今から西の森の様子を見に行こうと思ってましたが。じゃあ西の森の警備も兼ねて一緒に行くか。わかりました、お供いたします。リムル様のサポート頑張ります。コク、新たな目標が発生しました。この機会に気になるところも調査しておこう。上昇率を開示します。よし、出発だ。コク、探索開始だ。よっ、いくぞ。ふん。コク、接敵を確認しました。ユニークスキル捕食者。いざこの調子だ。ごちそうさん。仕掛ける。警備隊全員突撃せよ。ゴブリンズウォー。ん？資源の足しにするか。
お？なんだこれ。資源の足しにするか。よっ、いくぞ。よっ、コク、接敵を確認しました。そりゃあ、さすがに効くぞ。ふっ、うるさい。そりゃあ、アイシクルスティア。強敵を発見しました。食事の時間だ。ユニークスキル捕食者。ごちそうさん。アイシクルスキル。よっ、コク、目標を達成しました。よし、目標達成。コク、新しいスキル試してみるか。強くなったっせ。よし、だいぶ違和感なく動けるようになってきた。リグル、ありがとな。いえ、リムル様、いつでもお誘いください。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。建築を実行しますか。頼んだぞ。うんうん、さすがだな。コク、you
暑いと昼寝もできないな。何かお悩みですか、リムル様？実は快適に昼寝をしたいんだが、こう暑いとな。なるほど。ではこのリグルドが後ろで仰ぎましょう。いや、お前がしんどいだろ。いいよいいよ。私のことをそれほど思ってくださるとは、なんと身に余る光栄。おい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 。一人でのんびり涼みたいだけなんだけどな。けど、うちわは明暗だな。直ちにお持ちします。いや、せっかくなら扇風機を作ろう。扇風、何ですか？扇風機だ。扇風機ってのはな。というものだ。なんと、自動で風が。ああ、そいつを作る。となると、羽になりそうな素材や風の効果を高める素材が欲しいな。リグルド、何か心当たりはないか？今の要望ですと、西の森で採れる異世界の鳥の羽はどうですか？おお、よく知ってるな。このリグルド、リムル様のためならどんなことでもお調べいたしますぞ。また暑くなった気がするな。よし、そいつを集めに行くか。西の森で採れる異世界の鳥の羽だったな。コク、接敵を確認しました。総攻撃を仕掛ける。警備隊全員突撃せよ。ゴブリンズウォー。ホブゴブリンの力を見たか。アイスクルスティア。コク、強敵を発見しました。食事の時間だ。ユニークスキル捕食者。ごちそうさん。
よし、十分そうな数を揃えたぞ。大賢者、この材料で風を生み出す道具は作れるか？はい、これらの素材に刻印魔法を施せば生成可能です。おお、じゃあ早速扇風機を作ってみるか。おお、どこからどう見ても扇風機じゃないか。これを見たらリグルドのやつ驚くぞ。コク、新たな目標が発…気合い入れていくか。リバル様、リグルド、とうとうできたぞ、扇風機が。おお、さすがはリムル様。お前が教えてくれた材料の成果を見るとするか。では行くぞ、ポチッとな。うわー、風の威力が。おお、これは素晴らしいですな。どこがだよ、こんなの家の中で使えないじゃん。威力が強すぎる。完全な失敗作だな。すまんリグルド、これはいらないから処分しておいてくれるか。俺は普通の扇風機を作ってくる。かしこまりました。それにしてもこの扇風機、少し改良すれば武器に使えそうな。こうして何の役にも立たない扇風機、もとい暴風機だったが、後の改良により立派にリグルドの愛用武器になるのだった。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。リグルド、扇風機は処分しなかったのか？あんな暴風が出るようじゃ使い道ないじゃん。何をおっしゃいます、このリグルド、リムル様がお作りになったものを処分などできません。この扇風機、リムル様のために有効活用してみせます。